空気は読まなくていい時もある。江戸時代から明治時代に変わったばっかりの頃の日本では、海外の進んだ技術をまあ日本人に学ばせるために、まあ、技術者を高いお金で雇ったりとか、国民の教育レベルを高めるために学校を建てまくったりっていうことをまあ国主導でやったんですね。確かにこのことで日本は目覚ましい発展を遂げたんですけど、諭吉先生がおっしゃるには、費用をかけまくったほどのまあ効果は出なかったということらしいんですよ。この理由をまあよくよく考えていくと、日本人特有ともいえるまあ空気を読むという文化、言い換えれば同調圧力ですね、これがあったからなんじゃないかなということなんですね。一つ諭吉先生の体験談から例を挙げると、国会議員の人たちと個人的に会って話をしたりとか、個人的な活動を見たりすると、もうとてもね素晴らしいことをされている人が多かったということらしいんですよ。にもかかわらず、その素晴らしい人たちが集まって政治をやりますよということになると、あれ、なんでこの人がこんなバカなことやってるんだろうみたいなね、そういう風になってしまうことが、まあ、多々あったらしいんですよね。もともとは素晴らしい人格者だったのに、政治の世界に入るとなぜかこうわけのわからんことをやってしまうのはなぜなんだろうかと。一人一人は賢くていい人だったはずなのに、なぜか集まるとアホになってしまう、二重人格か何かなのかなと、まあ、疑問に思うわけですね。政府はそもそも頭のいい人たちが集まってるはずなのに、なぜか集団になるとアホなことをやってしまう、不思議ですよね。もっと身近で分かりやすい例を僕の体験談からも一つまあ出してみましょう。日本にある普通の、まあ、どこにでもある40人のクラスを思い浮かべてほしいんですよ。このクラスの中で集団で一人を無視するといういじめが発生したとします。この場合、このいじめを受けていた僕は、このクラス40人全員から漏れなく嫌われていたというのが果たして正しい認識ですかね。ごく稀に、まあ、そういうこともあるかもしれないですけど、大抵の場合は一人とか、まあ、少人数の先導する人たちがいて、周りの人間は、まあ、それに従っていると、そういう構図になってるはずですよね。昨日まで普通に話してたのに、なんかいきなり無視されるようになるっていうのはね、まあ、僕からしてもちょっとショックな出来事ではありましたからね。ではこの同調しているその他大勢も含めて、僕以外のこの39人のクラスメートは全員やってはいけないことを当たり前にやってしまうクズどもで、関わる価値の人間なんだと言い切ってしまっていいですかね。もちろんそんなことはないと思うんですよ。一人一人を見ていけば、もちろんいい人だってたくさんいるはずだし、こんなことしてちゃいけないんだと思っている人だってね、いるはずなんですよ。それなのに結局はこうなってしまうっていうのは、クラスメートにしても政治家にしても同調圧力に負けてしまって、一人一人がその能力を十分に発揮できなくなってしまっているからなんじゃないかと諭吉先生はおっしゃっているわけですね。空気を読むという文化にはこのようなデメリットもあるんだってことをね、しっかり認識しておくべきだと思います。話を戻しますけど、国がとりあえず教育レベルを上げるために学校を建てまくって、子供たちをとりあえず学校に行かせて宿題を出しまくるみたいなことをやったらどうなりますかね。子供たちがなぜ宿題をしなければならないのかという根本の部分をまあ理解しない限り、俺が前半分やるからお前は後ろ半分な、後でノート交換みたいな感じで不正がまかり通ってしまうのは目に見えてますし、それが多数派となってしまいます。要はその状態が当たり前の空気が出来上がってしまうということですね。一部のなぜ勉強するのかっていうのをちゃんと理解している子どもももちろんいはするんですけど、そういう人たちは宿題をちゃんとやってますから、そうでない人たちからは、あいつはいつもちゃんと宿題をやってる便利なやつだと認識されて、ノート見せてくれというのをね、毎回頼まれるようなね、まあそんな状態になってしまうわけですよ。当然こんな状態では子供たちの能力も発揮されるわけがありません。これは宿題をサボるという不正を働いた子供たちが悪いわけじゃないんです。なぜやらないといけないのかっていう重要な部分を伝えていない出題者が悪いんです。こんなことをやってても当然子供のためにはなりませんし、さっきのまあ国会議員の話に戻すんだったら当然国益にだってならないわけですね。だから国民のレベルを上げたいと思うんだったら、国民に勉強しろと言って押し付けるんではなくて、なぜ勉強しなければならないのか、このことをちゃんと国民が自分の頭で考えるようにしていかなければ意味がないんです。だからこそ
日本を発展させより良い方向に進んでいくためには国はまあ必要最低限の義務教育レベルのことはやらないといけないと思いますけど、それ以上のことに関しては国があれをやれこれをやれと言ってるようではダメなんです。国民が自分からこれが面白そう、あれをやってみたい、そういうふうな土壌を作っていかないといけないってことですね。某野球アニメでも言ってたんですけど、やらされた練習を努力とは言わないんですよ。大事なことは国民が自分からよし頑張るぞと考えて挑戦していけるような空気を作っていくこと、これが国家の仕事なんです。ここまでの話で、日本を発展させて世の中を良くしていくためには国に頼っていてばかりではダメだよというのは分かっていただけたと思います。当たり前のことなんですけど、政府は日本の政府だし、国民だって日本の国民なんです。政府と国民っていうのは決して対立するようなものではないし、当たり前のことなんですけど打倒するものでもないわけですよ。まずはこの認識を広めて、国民が国家の適切な外的刺激となることがとても重要なことなんです。そうなっていけば学問とか法律、経済だって自然と発展していきます。そしてこれらが良くなっていくことで、日本が誰もが住みやすい社会へと近づいていくことができるということですね。逆に言うと、こうならない限りはいつまで経っても自分の向かうべき方向がわからない、やるべきことが見つからないという不幸な状態のままだということです。そもそもの知識がなければ自分が何ができるのか何がしたいのかもわからないというのは当たり前のことですよね。だからこそ勉強しなければならないんです。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。またいいねボタンを押していただけるとこの動画が拡散されるみたいなんで、そちらの方もできればよろしくお願いします。日本近現代史、朝鮮半島史、その他政治経済とか教育とかそういう話もぼちぼちしてますので、そちらの方も興味がある方は再生リストの方からご覧ください。先週先々週とアンケートのご協力ありがとうございました。やっぱり日本近現代史をテーマに一番最初に始めたっていうことも、動画の本数が圧倒的に日本近現代史が多いっていうこともあって、近現代史がやっぱ一番視聴者の皆さんの希望としては多かったですね。参考にさせていただきたいと思います。